と6日目ですね。6日目じゃないか、5日目ですかね。5月7日も今日です。5日目、あれ2日からやったのか、2、3、4、5で今日6日なんで5日目ですか。15時ぐらいに来まして、はい、今なんないんで、あの新橋の、あの公園でフットサルの練習してるんですけど、なんだっけな、あ、そう、その全体主義、その全体主義が、こうなんて言ったら、表に明るみに出たっていうか、なんかこう分かったっていうか、でなんかその今までこうなんでだろうっていうふうに思ってたところと、なんかすごいこう一致したような感じがして、で、まずなんかその僕はそのなんていうんですかね、単独行動が好きなんですよね。単独行動が好きで、一人で勝手にこうなんか行動するんですけど、なんか周り見てるとき、そのここ1、2年ぐらいで特に気づいたんですけど、その単独行動っていうよりは、その何ですかね、誰かがそのいることで初めて自分がそこにポジションを取るみたいな、現象がすごいこうかなりこう見られて、でなんでなんだろうっていうふうにちょっと理解できなかったんですけど、それがその今回のそのなんか全体主義のその話とすごい、なんていうんですかね、辻褄が合うっていうか、というのもその今までそのなんですかね、全くその人がいないところにその自分が例えばそのポジションを取ったとして、そうすると後からそのすごい人がこう湧いてくるみたいなのがすごい気持ち悪くて、なんでなんだろうと思ってたんですけど、それって多分その全体主義的なあの話からすると、なんかその自然っていうか、そのなんていうんですかね、その彼らはその全体主義があのデフォルトだから、そのなんていうんですかね、誰もいないところに自分で一人でポジション取れないって言いますか、うん、そうだから、それってその後ろ指刺されちゃうんですよね、要するに。そうだから、その自分で単独でポジションを取るっていうのが、その全体主義が自分の中にそのインストールされちゃってるがために、まあその行動の節々がそれありきのその何ですかね、行動になっちゃうみたいな。例えばそのなんかこう群があるとかも多分そうだと思うんですけど、そうで多分その一概には言えないと思うんですけど、全員が全員そういうわけじゃなくて、その一人で、まあ、単独行動する人ももちろんそのたくさんいるんですけど、かなりの確率でそういう感じで、その群がらないと、なんていうんですかね、要は後ろ指刺されちゃうんですよ。でそれが怖いから、まあその会社とかの、その政治的な話とも、まあ、絡んでくると思うんですけど、そうだ、それがなんかすごい辻褄あったような感じがして、そうだ、それが最初理解できなくて、何なんだろうと思って、クソ気持ち悪いなっていうふうに思ったんですよ。でなんかそれって前その仕事してた時に、あのなんか介護予防運動みたいな、まあ体操みたいな感じなんですけど、
それをなんかやってた時に、その割と割と、すごい、富裕層というか金持ち、本当に結構大きめの会社のなんか社長とか創業者やったなんかその奥さんとか、家族が住んでるみたいな感じの、ところだったんですけど、でその体操してた時にその何ていうんですかね、ラジオ体操みたいな感じなんですけど、ラジオ体操やってたのかな。そしたらそのなんかやってる体操やってる参加してる人がその右習いじゃないですけど、その隣の人のそのやり方を見よう見まねで見て、で全くその完コピじゃないですけど同じような感じでなんかこう体操してたんですよね。そう体操してて、でこれ本当右習いだなみたいな感じに思ったんですけど、多分それってその何て言うんですか、その戦前からっていうかその軍隊教育的な感じだと思うんですよね。要はそれってそのちょっと分かんないんですけど、そのフランス革命から国民国家がっていう概念がその生まれて、で要はそういうシステムに採用した方が滅殺強いから、じゃあちょっとそういうシステムにしましょうっていう感じで、国民国家っていう概念が生まれて、でそのためにその徴兵制度みたいなシステムに至ると思うんですけど、でそのためにこうそのシステムがワークするためのまあ、技術みたいなのが、その軍隊教育みたいな話だったと思うんですけど、それが多分それってそのフランス革命からなんで、割とまだフランス革命が何年か分かんないんですけど、割とまだそう1700円とか1600円みたいな話だと思うんですよね。でそのなんだっけな、そうだからそれで軍隊教育的な感じで言うと、そう要は右へ習いみたいな話じゃないですか。でで、そんな感じかなっていうふうに思ってたんですよ。その人の体操を要は右の人にの通りにこう身を見まねで合わせるみたいなのって、まさにそれがその根幹にあるのかなっていうふうに思ってたんですけど、でなんか一方でもうなんかちょっと言葉は悪いんですけど、もう頭バグってるような人がいたんですけど、なんかその人は天才というか頭いいっちゃ頭いいんですけど、多分なんか将棋とかもなんかもう尋常じゃなく強かったんですよ。でその人はなんかそのラジオ体操をそのみんなでやりましょうってなった時に、なんかもう一人で勝手になんか適当なことやってるんですよ。なんかみんな、そのラジオ体操第2第2とかやると思うんですけど、そしたらそのなんていうんですかね、ラジオ体操第1第2とかやったら、ある程度そのフォーマットに合わせた動きすると思うんですけど、もう全くなんかめちゃくちゃなんですよ。なんかめちゃくちゃなんですよ。とにかくそう全くその右習いじゃないんですよね。でもそういう感じのなんか人もいるっていうか、多分それがその本来その自然な感じなんですよね。そう多分その歴史的に見てその全体主義的なその確率的なその右へ習い的なそのやつってまだその多分分かんないんですけど、その歴史をこうなんていうんですかね、追跡っていうか研究とかしていくと、その割と最近だ、そのフランス革命以降なんじゃないかなっていう
ふうに思ったんですけど、でだそれが多分自然なんですよね。そのラジオ体操第1第2やった時に、なんかもうめちゃくちゃ自分のなんか勝手にこうやるみたいな、多分それがあの本来こうあの何ですかね、自然で、そういうこう幻想的 なんその社会っていうか、その国民国家ベースの社会ができたから、まあ割とそういうこう確率的な感じになったと思うんですけど、でその多分そういうなんていうんですかね、だそのなんていうんですか、その全体主義みたいなのが自分の中にあると、要はその単独行動みたいなのがものすごくその恐怖になるんですよね。なんでかっていうと、その全体のまあこう方向に対して、その自分が反対の方向を行くっていうことは、その言ったらそのなんていうかね、その全体からその後ろ指を支える行為の他ならないからなんですよね。だからその個人的なその行動に落とし込んで考えると、その一人でなんか単独行動っていうのはめちゃくちゃそのまあそので普通にまあ行動してる人はまあそうだと思うんですけど、その何ですかね、場所とかによって さらにそういうこうあれなんですよね、より一層こうできにくくなるみたいな、そうっていうのが多分今回その流行のまあやつからなんかなんとなく思ったのが、その今までなんかすごいこうなんでなんだろうなっていうあのこうモヤモヤしてたその疑問とすごい一致したっていうか、そうならないわ。いや本当にね、都心はね物騒だわ本当に。マジで物騒。あの自然にあの住んでる人たちが不自然だから、あの自然に生きてるとすごいその逆にその人工的な環境だと自然な状態が あれなんですよね。要は怪しまれるっていうか、普通に生きてるやんけみたいな。そう。マジで。本当ね、どうしようもないわと思う。それはもう言っても仕方ないわ。そう。だそのそう今その思ったのが都心にその中枢に行けば行くほど、そのなんていうんですかね、幻想的なその社会っていうその中のよりこうなんていうんですかね、強固なところと思うんですよ。だからそれって多分
そこに行けば行くほど、なんていうか自然とはかけ離れているような、状況と思うんですよね。でその全部が全部そうじゃないと思うんですけど、なんですかね、全部が全部そうじゃないと思うんです。自然に生きている人も中にはたくさんいてっては思うんですけど、そのプラットフォームがすごく不自然なんですよ。不自然で人工的 で多分それってその中枢から離れれば離れるほど、よりこう自然な状態になるのかなっていうふうに思ったんですよ。っていうのも要はその幻想、まあ、その社会とかその国民国家みたいなのが幻想だっていうふうに仮定したら、それを作ってるのがまあそういう、まあ中心にいるような人たちがまあ作ってるわけで、でそれってもともとそのプラットフォーム自体がその要は幻想で不自然なわけだから、そこに張ってる、そこの上にその乗っかってなんかこう自分がいてもそうだし、その活動とかしてもなんていうんですかね、自然じゃないんですよね。その幻想の上にその01重ねてるから、それはもうどんどんそのなんていうんですか、そのなんていうんですかね、まあ昨日か一昨日ちょっと、まあ動画消しちゃったかもしれないですけど、その幻想の上に、まあ、そのあらゆるその活動で01足せみたいなことをするんだけど、結局その0の状態がまあ自然っていう風に考えたら、その0が多分最強なんですよね。でその今ちょうどそのヒデさんの音楽とかめっちゃ聴いてるんですけど、一昨日ぐらいから。でやっぱりその歌詞にも書いてあるんですよね、その何も持ってない方が要はどこでも行けるみたいな、まあ、そういう感じなんですけど、でそれって何も持ってないっていうのはその言ったらそのゼロの状態だと思うんですよ。でその多分そのゼロの起点から見るとそのプラスすることもマイナスすることも同じなんですよね。そうだからプラス100も、マイナス100もそのゼロの起点から見ると同じなんですよ。で一見そのマイナス100っていうのはその、すごい良くないみたいな風に捉えると思うんですけど、そう捉えられると思うんですけど、多分その同じなんですよね。そうそのだからゼロから見ると同じなんですよ多分。でそのゼロの状態に持っていくっていうのが実はそのなんか逆張り的で最もじゃないんだけど、実はそっちなんじゃないか説がちょっと僕の中でちょっとかなり濃厚で、はい、かなり濃厚で、でそれって、地理的なことで言ったら、そういう国民国家のその幻想的なプラットフォームのそのど真ん中に自分がポジションを取ったり、まあ生活したりとか、その何て言うんですかね、まあ仕事したりとか、今ちょっと来ちゃってるんですけど、っていうよりはむしろその離れた方がよりその何て言うんですかね、物理的っていうかその地理的に、まあその何て言うんですかね、いいと思うんですよ、そういう意味で。そうで それがすごい思ったのが、坂戸に、転居先 の見に行ったんですよね。であっちの人ってすごい自然に生きてるんですよ。でこっちの人はやっぱりなんか人工的っていうか、何かこう、あれなんですよね、もちろんその自然に生きてる人もいるんですけど、不自然って言ったらあれなんですけど、まあ、人工的っていうか、なんていうんですかね、すごいその社会的にはなんかこう、体裁がよく見えるように見えるんだけれども、すごい人工的なんですよね。で別にそれはその自分
自分のことじゃないから、その選択っていうのはその他人の選択だからどうでもいいんですけど、少なくともその僕はなんかその違うなっていうふうに思ったんですよ。そう、少なくとも僕はその何ですかね、まあ、そういうのから見て、こうやっぱ自然な状態で生きたいなっていうふうに思って、でそれって、不自然なところに自分がその張って、その何ていうんですかね、そこでだとなかなかこう難しいと思うんですよね。そうだから、その不自然なプラットフォームに自分が張ったら、やっぱり遅かれ早かれ、その何ていうんですかね、不自然な状態にこうならない人もいるんだけど、なる人もやっぱりいるっていうか、やっぱその感化されるっていうか、類は友を呼ぶじゃないんですけど、あのそういう感じで、そのなんていうんですかね、あの感能って言ったらちょっと違うんですけど、まあその感化されるみたいな、良くない意味で感化されるみたいな感じと思うんですよ、遅かれ早かれって考えたら。じゃあその住むところ どこがいいって考えたら、やっぱりその自然なところがいいんですよね。というのも、その自然なところに自分がそのポジションを取れば、その単発的にはその単発的にはあのすぐにじゃあなんか自然な状態になるかっていったら多分ならないと思うんですよ。そんなその一朝一夕の話じゃないと思うんですけど、その何年も何十年もその自然なところ環境で自分がその生活することによって、おっしゃ取った、いやーよかった、やったぜ、どこだろう、いや遠いわ、オッケー。そう、ちょっと今1軒目やっと来たんで30分ぐらいですか。半蔵もめっちゃ遠いわ。こんなとこ住んじゃダメですよ、本当。だその堀江さんがその東京コスパ悪いって言ってるのが本当になんか辻褄が合うっていうか、やっぱりなおさらそうだなと思って、なおさらこれ コスパ悪くなってんじゃないかなと思ってわけじゃないんですけど、そう全然ディスるわけじゃないけど、全然割に合わないなと思って。するわけじゃないけど、全然コスパがちょっと採算合わないわ。少なくとも住むっていうか、住めないけど、多分っていうか住めないけど、そう住む必要全くないわ。逆に腐ると思って、逆にね、あのマジで良くないわって。
にやる変えるか。東京に住む、マジで、まあ、ちょっとその話はちょっと伺いたいと思います。駐輪場があるんですよ。一時的だと思うと新橋駅のマックの通りから虎ノ門の方から左側に駐輪場があるんですけど、喫煙所堀通りから、ちょっとなくなったら、今ちょっとそのドコモのシェア自転車一時的にちょっと買い替えたり、でまあそっちのバッテリーがなくなったら、まあ、あのドコモのまあ帰ろうかなと。あの一昨日ぐらいに、ちょっとこれうちの自前のやつ使わないで、先にそのドコモの電動自転車使ったんですけど。後ろから追跡してくるようなやつは絶対先へ聞かせた方がいいです。マジで気持ち悪いから。ああいうなんか暇持て余してるようななんかあの粘着質のやつとかって絶対先へ行かせた方がいいです。マジで気持ち悪いから。
なんか自転車のやつも前に誰も全くいなくて、なんか引き返したんですけど、その一人の行動が怖いって、多分その全体主義的な、価値観がすごいそのあるからなのかなっていう